じゃあこれからこれに乗ります。出発信号機は黄色ですね。はい、絶対青色が出ない信号機なんです。なるほど。なぜかと言いますと、向こう側線の最高時速って45キロなんですね。で、注意信号の制限時速は45キロということで、まあ、要するにそれ以上出すなよということが、もう信号でも制限されてしまっているわけですね。まあ、それぐらいゆっくりの電車ということですね。もう45キロになりました。上から鉄が写真撮ってますね。僕らも映ってるかもしれません。今動画には映ってないと思うんですけども、運転手が今立ち上がって信号を観光しました。阪神電車は注意信号以下の信号が出てたら立ち上がって観光しなければならないということになってますんで、まあ、いちいち立ち上がらなくてはならないということになります。とかなんとか喋っている間にもう一つ目の駅ですね、東成尾駅に到着します。阪神でただ一つすれ違いができる駅です。東成尾駅発車しますが、ここもやっぱり青色の信号は出ないですね。出発注意で発車です。人は運転士に、東の方が須崎まで行くとは運転士から切符を買うという形になります。ずいぶん長らくここは終点やったんですけれどもね、長らく終点やったこの須崎から向こう側団地前までが開業したのは昭和59年ということになります。点滅してますね。はい、あの踏切の動作表示器ですね。ちゃんと踏切が作動しているということです。結構踏切も多いですね。なんせ 1.7 キロの間に7カ所踏切がありますからね。あの向こう側1コーナーの踏切を除いて7カ所踏切があります。お客さんがいますね。待ってはりますね、はい、めっちゃゆっくりです。はい、というわけで鉄の細道終点の向こう側団地前駅です。タオさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またここからで鉄道をさて続きます。じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回の動画までさよなら。